テナで穴はちょっとやめてほしいです。あゆなさん、おはよう。おはよう。よく眠れたですか？桃たちはバッチリぐっすりよ。よかったよかった。なんか猫一日中寝よりイメージあるけどね。朝ごはん食べるですてか猫も犬もかな。やったー、またあゆなさんに会えた。何回もとりあえずまず顔を見られて前回嬉しいです。あの猫マンマを一回作ったけん、たそれでまた新しいご飯が作れるようになったと思うけん、それを今日は何をしましょうか。何しても楽しいよ。とりあえず新しいご飯を作っていこう。熱々鍋、熱々のお鍋、猫舌の人は気をつけよう。気をつけんと。でこれは熱々鍋作ったら次また開くんやね。オッケーオッケー。レンダで素早く切りましょう。来い。すごいすごい。寒い。オッケー。すごいすごい。これの速さにもよるんかな、スコアとかって。トントントン、タンタンタン。いいね、余裕。さあそして次は順番にボタンを押して混ぜましょう。これ気をつけていこう。頑張ろう。混ぜ混ぜ。A B Y X、オッケー。ぐるぐる。X Y B Y。X をしよった、もうちょっとで。ぐるぐる。X X Y Y A A。目が回っとるよ、めっちゃはい、完成。やったー、満点。やったね。早くちょうだい。いただきます。一人一個ずつの鍋か、豪華だなごちそうさま。はい、猫舌やのに大丈夫なんかな、二人は。はい、それじゃあちょ、またお水をゲットしていこう。ということで、ちょっと、段ボール。ボール遊びでちょっとね、長く続けるようになりたいんよね、私。よし、来い。はい。はい。なんでこんなに下手くそなん、マジで。それ。はい。はい。行くよ。はい。お、いいぞ、いいぞ。それ。はい。結構やったね、いい感じじゃない。あ。調子に乗りました、ごめんなさい。はい。えい。ちょっと早めに押すのがいいんよね。はい。えいや。はい。はい。お、いい感じか。は。スピードアップした途端にダメになる。はい。はい。えい。それ。はい。にゃ。えいや。にゃ。にゃ。いくよ。お、スピードアップ。にゃ。来てよ、来てよ。あー、ごめんねー。その何とも言えない顔で見るのやめてよ。はい。はい、ごめんなさい。つらい。はい。レース。いくよ。お。にゃ。それ。にゃ。レース。はい、スピードアップきたー、はい。ごめんね。どうしても続けられない。これ私マジでめっちゃ苦手なんやけど。いや、こちらこそごめんね。ありがとう。遊んでくれてありがとう。逆に遊んでもらった的な感じなんやけど、私、まあ、とりあえず幸せの水これで4つゲットね。はい、それじゃあガーデニング。さあ水をやっていこう。この水をやりうる姿がめちゃくちゃ好きなんやけど、私毎回なぜ回転するっていうね。さあ生えてくるかな。新しいの生えてきてほしいんやけどな。どう？これ何？これは新しくなかった。全然新しくなかったはい、全部間違えた。あ、1回分余分に与えてしまった。全部収穫しよう。はい、ラディッシュ。お金もね、儲けたいからね。はい、15。そして、白菜。はい、白菜。これでしかお金は儲けられんのかな？はい、15。
さあ、そして種を植えていこう。コンペイトー。はい。そしてこっちの方にもちょっとコンペイトーを植えておきたい。この 5% の確率が全然ね、出てくれんくってね。辛いわ。で、この基本種の場合は、もう本当にそれしか育たんってことか。ああ、そういうことなんやね。なるほど。うんうん。ってことはやっぱり不思議の方がいいんやね。はい。これを。うん、ない。これを育てていきましょう。待って、どれやった？これで。はい、このまんまやね。もう今回は全てコンペイトーになるけど、まあいいでしょう。はい、コンペイトー。あ、同じ種を植えるっていうボタンがあったね。それにすればよかったんかな。はい、これで OK。ちょ、待って、なんか今さ、猫たちの分、金のイチゴできとるやん。ちょ、収穫、収穫。あ、でもそれはあれなんやね。お金にはならんのや。なるほどね。はい、それじゃあお出かけしましょうかね。今回もまた、山の縄張りパトロールへ。縄張りパトロール始めるです。さあ、ゴールしたいぞ、私。はい。いいお天気です。進め進め。ワクワク。さあ、掘り起こして。何があるかしら。お、四つ葉。いいね。そしてまた3が来ていただきたい。みんなでお散歩です。何があるか楽しみです。はい、はてな。あ、あー、マジか。ちょっとやめて。よいしょ、よいしょです。はてなで。てなで穴はちょっとやめてほしいです。はまっちゃった。もうせっかくゴールできると思ったのに穴邪魔よ。マジで邪魔よ穴。ちょ、全然出れん。マジか。私これ本当に苦手だな。出して。よいしょ、よいしょ。待って、つら。いや、つら。はまっちゃった。ゴールどころかって感じ。あ、もう見事にやね。どんだけなんだ。見事にすぎてつらいんだけど。パトロールをし、あ、穴にはまったまんま。穴にはまったまんま。つら、クマ友にも会えんかったし。四つ葉だけやったね、ゲットしたの。はい、そして、プレゼントなんか渡してないものあったっけ？あ、これか。虫眼鏡。はい。どうぞ。虫眼鏡をプレゼントしました。虫眼鏡です。うん。これでね、いろいろ観察してね。事件を解決する探偵さんが、ふむふむってするやつだよね。よく知っとるね。虫を観察するんだよ。え、そうなんだ。虫を観察するから、虫眼鏡。うん、そうそう。虫眼鏡で見れば小さな虫さんも大きく見えるですね。それで体の仕組みとかいろいろね。虫眼鏡でいろいろ見てみよう。うんうん。新しい小学生ぐらいの時に虫眼鏡なんかすごい好きやったな。ルーペとかそういうのすごい買いよった。百均でもあったけんさ。あゆなさん、ありがとうです。いえいえ、楽しんでね。さあ、それじゃあちょっと。買えるかな。ショップ、メイクルームが早く開放されてほしい。んーと、ファッション。ちょ、今回はあれなのよ。どこだ。ももちゃんをね、ももちゃんの服を変えたいのだけれど、どうしよっかな。どんな感じがいいかな。やっぱ活発な感じかなーって思うんやけど。こんな感じか。
サマー麦わら帽子。もうサマーって言っちゃってるけど。あ、てかこれ、もしかしてさっきのはセットのやつかな。どうしよっかな、どんなのがいいかな。ホワイトスマートジャケット、なんかこれ良くない。はい、これと、あ、お金だけじゃないんやね、その必要なものっていうのは。で、ボトムスがどうしよっかな、なんか可愛い感じ。スプリングカーキパンツ、これ可愛いやん。はい、あ、そう、靴が欲しかったの。スマートレザーシューズ、スマートブーツ、どうしよう、スマートブーツの方にしよっかな。で、レザーシューズも欲しくって、で、あとは帽子、帽子どうしよっかな。ピアスなんや、あれ。グレースマートハンチング、よし、ハンチング。ネクタイ、これはまあいらんかな。じゃあこんな感じで、で、あとインテリアが欲しいかな。熊とも大きな家具、熊とも家具、とりあえず熊とも大きな家具で、なんかこの辺の、あ、もう買えない、くもっと選べばよかったぜ。はい、じゃあプレゼント、積み木、木金、この辺全部お金か。ってことは積み木を買ってあげようかな。よし、じゃあこれで、ちょ、ももちゃん着せ替えしよう、着せ替え。はい、グレースマートハンチング、そしてネクタイはまあいいとして、トップス、はい、ホワイトスマートジャケット、ボトムスがスプリングカーキパンツ、めっちゃ可愛いやん。で、スマートブーツ、スマートレザーシューズ、あー、どうしよう、でもあっちの方がね。はい、これスマートレザーシューズにして、じゃあちょっとこれで、ももちゃんあの靴をね、今のこれ、あー、でもこれはこれで合ってるような気がしてきたの。いや、ここはスマートブーツに変えようってことで、こんな感じにします。おー、いいねいいね、かわいい2人とも。オッケー。そしてエピソードを、あー、いいねいいね、格好なんか爽やかな感じになった。まあ前も爽やかやったけどね、マリンやけん。なになに、お庭に来てです。お庭、何かあった、ウッディが育ったとか。見て、ウッディ可愛いお顔が、おはよう世界ってしてるです。あの小さい目、おはよう世界、目が出たんだね。そうなの、目が出たの。とっても可愛いです。やっとちょっと成長したわけや。楽しいです。土の中でいっぱい頑張ってお顔出してくれたのよ。小さい種さんがたくさんムズムズニョキニョキしてくれたんです。よかったよかった、暖かくしてくれたお日様、ありがとう。これからどんどん暖かくなってくるけどね。お家になってくれた。逆に水いっぱい与えんと。さんもありがとうです。かわいい、そんなところにまで感謝を。あゆなさんに会いたかったかな。うん、多分ずっとめっちゃ会いたかったはずよ。そうだよね、そうだよね。じゃけん一生懸命出てきたんやね。とっても会いたかったもん。ミルクも会いたかったです。二人ともせっせせっせとお世話しよったもんね。みんなで順番子にお世話したから出てきてくれたの。ふふふ、ウッディは家族でお世話した気ですね。いろいろと言葉の組み合わせを覚えていってる、うん、そう、素晴らしい。家族の木よ。家族の木、ほんわかです。もっともっと大きくなあれ。 Believe yourself。 Believe yourself。 猫たちよりもあゆなさんよりも大きくなるかもです。木だからね、絶対大きくなると思うよ。今はまだちっちゃいから言ってできないけど、大きな木になったらいっぱいギュッとする。いいねいいね。ももちゃんと
ミルクとアユナさんでお手手つないで3人でギュッとしたいです。うんうんうん、届くかどうかちょっとわからんけど3人なんだフル。まあでもね多分うん、アユナさん手が回ることはないと思うけど、ミルク一人だったらプッピは種のままだったと思うです。それはどうかわからんけど、まあ育て方が間違えとったかもしれんもんね、一人やったら。もっと大きくしようね、このお家の屋根より大きくしよう。きっと大きくなるよ、それより。そんなに大きくなったらびっくりです。木とか育てたことないけんね、全然わからんけど。これからも元気に大きくなってくださいです。うんうん、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱあれやね、服装が変わったらめちゃくちゃ雰囲気が変わる。そしてももちゃんはボーイッシュな感じの格好がすごい似合う。良きやね。